ドジャース大谷翔平選手驚異のメディシンボール投げ、地面にバウンドしたメディシンボールを顔面付近に受ける。大谷、結構おっちょこちょい。ボール3キロでしたっけ？スーパーマンの遊び方やばすぎ。メディシンボールをこんな高く上げられる意味がわからん。選手や役員の子供や奥さんまで、平気で出入りしてる。微笑ましいな。パワーエグすぎる。重いんだぞメディシンボールって。顔面に自分の打球が当たるうちかは思い出したわ。ワンコミがすごい。デコピントもこんな感じなんだろうな。これは永久保存させてもらう。向上心の化け物。ボールの声とか聞こえてそう。才能も体格も努力も可愛さも備わってるとか、そらあんな成績残すわけですわ。ルックスがいい、スタイルがいい、野球うまい、性格が成人、努力できる、勝ち目なくて草。すげえ微笑ましい練習風景だな。これにはにっこりですわ。食事管理も徹底的だし、マジで隙がないな。バッティング練習の時は肘固定のやつしてたから、かなり伸びきる動きだけできない感じなのかな。野球マシーンすぎて、やめた後どうなるんか心配になる。野球以外に興味あることないんかね。酒や女は野球の邪魔になると思ってそう。これでモチベージできるならそら最強やわ。多分大谷みたいな野球星人って他にもいると思うけど、だからって大谷みたいに成功するわけやないからな。オフシーズンは試合を気にせずトレーニングやりまくれる期間だと思ってそう。大谷はこのお茶目な一面がいいんだよな。ただ野球星人なだけじゃないのがいいわ。奇跡の才能に奇跡の野球への情熱を兼ね備えてる。そりゃ成功しますわ。めちゃくちゃ可愛くて普通に燃えるな。